はい、こんにちは。本日も週刊からのお話です。ビジラントモニタリング悪癖の番人ということで、今日に関しては今まで結構簡単そうにできそうなお話、習慣化させるためとか挫折しないようにするためとか悪習慣をやめるためっていうので結構簡単な方法をお伝えしてきたんですけど、今日に関しては効果は高いんですけど結構レベルの高いお話になっていきます。で、人間っていうのは三大欲求はじめ多くの様々な誘惑に打ち勝つっていうのは結構至難な技ですよね。美味しい食べ物があったらついつい手を伸ばしてしまったりしますし、美女がいたらついつい何かが興奮したりとかで、眠かったらもう全てを投げ出してスーって寝てしまったりとかって、多くの人ってのは誘惑に負けて、でかつ悪習慣まで身についてしまうというような傾向が結構高かったりします。で、その悪習慣をやめていくため、誓っていくためには、昨日紹介したような逆説的介入っていう方法もあるんですけれども、今日はビジラントモニタリングっていうものを紹介していきます。で、ビジラントっていうのは一体何かっていうと、油断なく晩をするということです。絶えず晩をしてるってことなんですね。だから人の警備員なんかだったら、シフトで交代をして24時間体制で見ているとか、セコムみたいにセンサーをつけてて、なんか怪しい動きがあったらすぐになるとか、そういう状態を自分でやるということなんですよ。例えば日頃から皆さんが睡眠不足だったとしましょう。なかなか寝れないなっていう状態だという場合は、ベッドや布団に入ってからの行動っていうのを振り返ってみると、ついスマホを手に取ってネットを見ているっていうことがないでしょうかっていうのをこう考えてみると、で明らかにそれが原因だなっていうのが分かったと。じゃあそれだったらスマホに手を伸ばそうとしている時にその行為自体に気づけるかどうかっていうのがポイントになってくるんですね。これが難しいと思うんですよ。もう気づいたら手に取って何の意識もなくスマホをスッスッスッてしてると思うんですけど、これをビジラントモニタリングっていうものを使うことによって、はっ、スマホに今自分は手を伸ばそうとしているっていうことに気づいて、その瞬間に手を止めて自問自答します。今なんでスマホを触ろうとしたのかと、で調べたいことがあるの、それって今日じゃないとダメ、でまた睡眠時間が削れて明日も会社で辛い思いをすることになるけど、それでもスマホ取ってネット見るっていうふうに自分に問いかけていくんですよね。でそうすると悪習慣に手を出そうとした時に、本当にそれは今この瞬間取るべき行動なのかどうかっていうメリットデメリットっていうのを問い続けることによって、よくよく考えたら悪習慣って必要のないことですんで、あ、別に今スマホ手に取らなくてもいいかっていうオチにたどり着いていくんですよ、ね、今この一口は食べるべきなのかって考えたら明日でもいいなと、賞味期限が今日までだったら今日食べるべきなんだけど明日持つし明日でもいいかってなったりとか、このお酒飲まないと喉が渇いちゃう、いやそんなことはないなと、この一服を吸うことによって心を落ち着かせることができるから、あ、別にそうでもないなっていうふうに常に自分を油断なく晩をして監視することによって悪習慣を断っていきましょうという方法です。だからこれをやることによって、自分がやる何か手を出してしまいそうなこと一つ一つがあるときに一回一回問いかけることによって無駄な動きっていうのを取らずに済むようになってくるので、効果ものすごく高いですよと。ただし気づけるかどうかっていうのが一番のポイントになってくるので、気づかないまま気づいたら飲んでしまうとか食べてしまうとか寝てるっていうようなことがどうしてもやっぱり人間起こり得てしまいますんで、身につけるのはちょっと難易度高いですよというそんなお話でした。ビジラントモニタリング、自問自答をして果たして本当にそれは今やるべきなのかどうかっていうことをですね、問いかけることによって悪習慣をぜひ断ち切ってみてください。今日はそういうお話でした。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。